レビカのママティーブレイクとは、午後3時から15分間、忙しいママが笑顔になるための Zoom を使ったオンラインお茶会。参加方法は LINE でお知らせします。参加したママからも嬉しい声が集まっています。ぜひ15時ちょうどに全国のママと一緒に乾杯しましょう。それでは先週のママティーブレイクの様子をご紹介します。10歳の女の子と7歳の男の子のお母さんをしてます、うん、YouTube チャンネルのベビチューブで運営の方をさせていただいて、はい。で、まあ、ここからは実際の使い方、ここが結構大事かなと思っています。プロフィールっていうのが自分のアイコンだったり、横長の画像ですね。そこで、まあ、個性を出して、うん、そのお名前の下に、こう、文章が画面の中央にあると思うんですけども、うん、これはちょっと、のママとか、3歳、うん、1歳のママとか、うん、まあ、ちょっと自己紹介が細かい方が、まあ、同じ境遇の方と、同じにじママ同士の悩みとか話せるかもっていう感じで繋がりやすいです。うん、長谷川さんの方から、はい、まだつけないといけないですかって、そんなことないです。うん、普段のつぶやきで、うん、あ、今日も2時間しか寝れなかったとかいうつぶやいてもいいし、うんうん、ハッシュタグベビカムとか例えばやるとね、そこをタップすると、そうベビカム、ハッシュタグベビカムってした人のツイートがずらっとタイムラインに、はい、うん、並ぶので、まあ、つながりやすさアップで自分がこうツイートしたものを見つけてほしいときとか、うん、つながりたいと思ったらつけたらいいと思います。助産師の久子と申します。沖縄県うるま市で助産院バブバブをやっております。46歳で自然妊娠で12人目です。はい、そんな感じで今 YouTube も頑張っております。はい、ヒロさんが、出産、たくさんの出産で貧血になりやすいと思うのですが、鉄分カルシウムとか栄養をサプリなどで補っているものありますかということです。はい、特にサプリは飲みません。私食べるときね、ちょっとね、周りが引くぐらい食べるんですよ引かれるぐらい、はい、なのでしっかり食べるっていうことで、栄養を補っていくっていうことをやってますね。うん、貧血というより意外とママさんたち多いのが貧血じゃなくて、自律神経が乱れててね、これあとこうめまいがしたりね、声切れがしたりとかよくあるんじゃないかなって、はい、みんなそれを一括して貧血って言っちゃうんだけど、意外と違うんですよね。自律神経なんですね。そう。ってなったら、とにかく笑って、バカ笑いをいっぱいして、しっかりご飯食べて、うん、まあ、子供いるから、なかなか、ぐっすり寝るっていうのは難しいけど、体を横にする時間、オンとオフをしっかりとるみたいなね。うんうんうん、まあ、これをしっかりやることで、免疫力を上げていって、そしたら自律神経が整うわけですよね。うんうんうん、まあ、ほら、元気に過ごせますよ。うん、まあ、なぜ笑おう、うん、笑おう。毎日新聞で子育てをテーマに取材をしている山内と申します。小学生と年少さんの子供がいます。よろしくお願いします。ある人のツイートなんですけど、子供を連れた女性が惣菜パックを手にしているのを見た、ちょっとシニアの高齢の男性が、母親だったらポテトサラダくらい作ったらどうだっていうふうに言い放って立ち去って、こうしてした方は大丈夫ですよって言いながら、惣菜パックを自分も手にしてうつむくなって話なんですけれども、やっぱりポテトサラダって実際作るとすごい大変じゃないですか。私も気合い入れて作ろうと思ったけど、やっぱりじゃがいもを潰して冷ましてとかっていうのにすっごい疲れた記憶があって、うん、その思いから、うん、そのツイッターを読んだ時に、あ、私も記事書こうな、書きたいなと思って、専門家の人に話聞いたりとかします。ゆうさんが、ポテサラ買いに行くだけでもすでに偉いと思います。私はネットスーパーで家で届くのを待ってますっていうことです。うんうんうん、私も、そう、ネットスーパー大好きですね。うんうんうん、先週のママティーブレイクはいかがでしたか？ LINE でベビカム公式をお友達追加すると、ベビカムママティーブレイクの開催前に参加方法が配信されます。ぜひお気軽に参加してくださいね。それではまたお会いしましょう。